おはようございます。今日ちょっと雨降ってますね。うん、そうやね。前結構土砂降りだったんで、うん、怖いですけど、マックス曰く止むらしいんで、今日はね、はい、練習始まる頃には止むって言ってたよね、はい、マックスがね、止みます。そう、間違いない、はい、雨雲レーダーを見せてくれたもんね、はい、だということです。今はかなり降ってますが、はい、でも確かに先週あたりも僕同じこと言われたんですけど、うん、当たってましたね。なんか40分後にこれ止むんすよとかって言ったら本当に止んだ時あったんで、すごいよ。まあちょっとこう信憑性としてはあります、うん、あるんやな。今週最後なんで、うん、頑張っていきましょう。お願いします。昨日言った通り、着実にレベルアップするしかないんで、今日も頑張っていきましょう。はい、よっしゃ、お願いします。オーケー、アップ行こう。よっしゃ、脱ごうか脱がないか。いや、脱いだら、いや、長袖です。全然じゃ、脱ぐでしょ。カラー今日そうっすね。よし、ヤグモまで、ちょっと、あ、でも、ベッドのサンいくー、これ全部やったら、これ全部おい、パパはうまい。おい、ナイス。おい、ナイス、いい声。ナイス、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 アドース。次、次じゃない。おい、練習のテンポがやっぱめっちゃ良かったですね。どうするどうするって言ったら、はい、コーチ言ったらこれやろうこれやろうやから、はい、分からんからさ、俺も正解分からんね、動きの。で、正解が分かってる人がおるから、こうこうこうだよって言ってくれるのは、すごくあの効率がいいし、成長できるって感じがします。だから一部のスーパーとかはこんな状態が当たり前っていうのが、そう、どんどん離されるやんけ。でもこう、わずかな時間をね、集中して吸収しないといけないとか、成長度合いがね、まだまだ成長します、私。Coach, you ready?
Yeah. Wait, wait. Cozy, you ready? Yeah. Cozy, you ready? Yeah! Yes! 春のシーズンは、ここのね、能力、身体能力を上げる時間をしっかりとって、本当にあの、一日一歩ずつ。今週もお疲れ様でした、小池さん。終わりましたね、今週も無事に終わりました。立てられるのが嬉しいね。たまにあるからさ、お前腰痛くてこんな状態の時が。そうですね、はい、で比べたら、今日はまだ、しっかり動いたけども、はい、元気でございます。ありがとうございます、はい、5月8日じゃないですか、初戦が。はいはい。まあまあもう1ヶ月ちょうどぐらいじゃないですか。ね、早いのよ。そうっすよね、感じ的にね。あ、もう1ヶ月後試合かって思ったら、うん、ついこの前シーズン始まった感はちょっとまだあると思うんで、練習、ね、始まって数回やけど、はい、まあでも、いい感じです。調整もみんな見ててもいい感じ。試合の雰囲気意識してやってるし。そうっすね、まあ、スーパーでやるのが初めてやから、はい、そこのイメージはできてないかなっていう。あ、そもそもスーパー、そう、まあ、もちろん当たり前やけどめっちゃ強いと思うから、はい、そこの覚悟だけはしつつ、ちょっと入場規制とかどうなるのか分かんないですけど、今年こそはちょっとこう浩二さん見たい人が全員来れるぐらいのなんか、そうね、キャパの人に来てほしいよね。乗ってほしいです、マジで。じゃあまた次の練習もお待ちしてますので、また次までにしっかりトレーニングして、はい、強くなって帰ってきます。お、いいですね。いや、もうどんどんスピードマジで上がってるんで。そうだからもう本当にみんなに何回言っても気づいてもらえなかったのよ。スピード派ですよ、スピード派ですよっていろいろ言ったけど無理やったから、もうようやく分かってもらえたから。僕も結構練習中とかに、小池さんやっぱスピード違いますねって言うじゃないですか。他の人からも言われたりするもんなんですか。あ、そうそうそう、だいぶ動けるようになったねとか。岩駒さんも言ってくれたし。お、すごい、よかったです。そう、そういうことなのよ。ようやく。そういうことなのよ、スピード派なのよ。だから無理してパワー派みたいなことやってたから、はい、去年はそうです、ね、あんまり動けてなかった。なるほど、うん、本来の適正体重で考えたら90キロぐらいやと思うから、はい、それで勝負します、今年は。今日もまた一人ですが、そうですね、入らせていただきますで、なんかパートナーがいたりいなかったりするから寂しいよ、本当に。今日も寂しいと思いますが、一人で頑張ってください、はい。ありがとうございました。ありがとうございました。菅川、またお願いします。次の練習で。じゃあね。はい、お疲れ様です。お疲れ様です。ありがとうございました。ピースの意気込み。ピースの意気込み。ありがとうございます。これはだ。お疲れ様です。ありがとうございました。